どうもオリックス情報局です。今日のトピックスはこちら。早速見ていきましょう。4月24日のロッテとの6回戦、オリックスは3対6で敗れました。結果が残念なスコアになってしまったんですが、新しい打線の進化、特徴的な部分を随所に見せてくれた試合でした。山崎総一郎がもう少し落ち着いたプレーをしてくれていたら、もしかしたら勝っていたかもしれませんね。先発した山崎総一郎は5回3失点。今日も変化球、ストレート、どちらでもカウントを稼ぐことができていましたし、調子も悪くなかったんじゃないかなと思います。ただ残念だったのは3回ですよね。若干辛めのジャッジがありながらも、先頭レアードをフォアボールで出す、2アウトを取った後、今度は松川にフォアボール。相手が佐々木朗希ということで気負ってしまった部分があったのかもしれませんが、今日は味方打線も佐々木投手を捉えていただけにフォアボール。出すこと自体は仕方ない部分もあるんですが、フォアボールでランナーを貯めたことは良くなかったですよね。続く打者小川選手にも投手ゴロを打たせたのにもかかわらず、一塁悪送球。結局山崎は2アウトから自分でピンチを大きくした挙句3失点。本当にもったいなかったなと思います。リリーフ陣に関しては8回から登板したバルガスの2イニング目というのが結果的にチームの首を絞めてしまいましたね。攻撃陣がイケイケオセオセの展開だっただけに、もうちょっと系統で慎重な部分が見られれば勝ち目もあったのかなと思います。ただ首脳陣からしたら、バルガスはこういう展開で複数イニング、他の投手への負担を減らしたいという部分もあったと思うので、続投に関しては結果論の息を出ませんね。ただ本当に結果論なんですが、その裏の攻撃を見てしまうと、やはり1点だったらいけたなとどうしても思えてしまいますよね。まだシーズン序盤ですし、こんなこともありますかね。一方でリリーフ登板した阿部投手が今日も目を引く投球をしました。2回を投げて23球4奪三振6者凡退。投げてるボールが去年までと全然違います。ストレート変化球ともにコントロールキレで勝負できていますよね。阿部が一人計算できるとなると、今日支配下復帰された近藤大輔含めブルペンに計算できる選手が非常に多くなります。救援陣に信頼できる選手が増えてきました。次は攻撃陣、今日のスタメンを見ていきたいと思います。1番福田、2番西野、3番紅林、4番吉田、5番宗、6番頓宮、7番杉本、8番北、9番足立。昨日の形に足立を入れたパターン、野口佐野といった好調なメンバーがスタメンから外れましたが、それでもいい打順、いいメンバーで試合に臨めたなと感じました。本当にバファローズは選手層が厚くなってきていて、極端に不調な選手を複数人使わない限り、いい野球ができるようになってきました。今日も佐々木朗希相手に幾度となくチャンスを作り、結果5回に佐々木を捉え2得点。佐々木は5回90球2失点、3対2のスコアでマウンドを降りました。結果から見ても佐々木ほどの投手をここまで打ち込むことができた。チーム全体で球数を投げさせることもできていたので、この打線、やっぱり相当戦える打線だなと感じましたね。ただなんで今日の試合勝ちきれなかったのか。結果的に相手にリードを許したまま試合が終わってしまったのか。それは初回の得点への焦りと7回の采配ですよね。初回に福田が先頭バッターとして塁に出て、3番の紅林がラッキーな形の内野安打で出塁。ワンアウト1、2塁。この時点で感じたことは、点を取ることはもちろん大切なんですが、佐々木投手にどれだけの球数を投げさせることができるかなと感じていました。佐々木投手は100球前後で降板するケースが非常に多いですし、佐々木投手はストレートとフォーク中心の組み立てになっているので、球数がかさむとどうしても球威の面で落ち込んでくる。そこを叩く機会を早いイニングで作るためにも、この回の攻撃は大切になるなと感じていました。それだけに吉田のレフト前で福田が2塁からホームを狙ったのは悪いプレーではないんですけど、相手を考えてプレーして欲しかったなと感じましたね。結果的にこの回は15球で攻守交代。もっと粘れたし、佐々木投手から見てもピンチの場面では抜く投球ができなくなる。疲労が溜まりやすい投球になってくるんですよね。そう考えると実にもったいない初回の攻撃でした。ただその他の回では各打者自分にできることをやっていましたし、事実球数が80球を超えてきた5回に佐々木投手を捉えることができたので、初回はもったいなかったですけど、全体を見たらいい攻撃はできていましたね。それと采配面で指摘したいのは7回ですかね。頓宮に変えて代打バレラ。相手の田中投手は右投手なんですけど、左打者に対して非常に強い投手なので、この回も福田西野と左が続くところに登板させている。相手からしたら代打バレラはラッキーだと感じたと思いますね。昨日もそうでしたが、頓宮は打席の内容が非常にいいにもかかわらず、勝負どころの終盤で左の代打を送られるケースが非常に目立ちますよね。頓宮をそのまま行かせても良かったのかなと感じる部分もありますし、どうしても左バッターを使いたいなら、今の調子ならバレラより野口の方が優先するべき選手のような気がしました。こういった場面での代打失敗などもあり、タイスコアに戻せなかったことは9回の3失点につながり、今日の試合の勝敗を決めてしまいました。
。ただ嬉しかったのは9回、攻撃陣はただでは終わらず、ワンアウト満塁で7番の杉本に繋ぐという、あわよくばという展開を作れたことですよね。昨日の攻撃でもそうでしたが、今の打線は粘り強さがあります。杉本、ラベロも徐々に復調してきているので、長打力という面でもそれなりに期待できるようになってきそうですし、次の日本ハム戦かなり楽しみですよね。残念ながら今日の試合、バファローズは敗れてしまい、佐々木朗希へのリベンジを果たすことはできませんでした。正直今日の試合はそこが一番悔しいです。ただ打線は実力を証明したと言ってもいい試合内容でしたし、近藤大輔が正式に支配下復帰ということで、一軍復帰されるでしょう。今週ソフトバンク、ロッテと戦い5分で終えましたが、バファローズからしたら攻撃の形、系統の形が見えてきた充実した1週間でした。そして来週は日本ハム、西武戦です。大きく星を稼ぐチャンスです。バファローズの躍進に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。